はい、始まりました毎度おなじみゆうご .tv。 今日も早速人生に役立つ情報を配信していきます。平成の松下村塾的な感じですねとか言いつつ、花も湯は全然見てませんけどね。でも吉田松陰先生は尊敬します。はい、ということで本日のお題は、小さなことにもありがとうと言える人はそれだけ心が若い人。こちらを読んでいきます。本日も共に学んでいきましょう。では、ありがとうと感謝するのは何も大きなことをしてもらった時だけではありません。小さなことをしてくれた時もありがとうと言えるようになることが、人生を丸ごと青春に変えていくコツです。人間は年を重ねるごとに偉そうになってしまう傾向があります。いろいろなことを知ってしまうと、いろいろなことが当たり前に見えてきてしまいます。物事に精通している人や偉い人ほど、すべてが当たり前だと思ってしまい、感謝するのを忘れがちになっています。いくら知識を持った人でも、代わりに感謝を忘れてしまっては意味がありません。知識のある人より感謝をする人の方が若々しく感じられます。些細なことにも感謝ができ、欠かさずありがとうと言える人は、それだけ心が敏感になっている証拠です。心が敏感である人は心が若いということなのです。です。今日の格言、心を敏感にして小さな感謝に気づく。なるへそね。確かに小さなことでも感謝するのは大事。今こうやって生きてるな、あ、星が綺麗だな、ありがたいな、虫も今日も生きてる、みたいな。あ、雨が降ってる、自分は濡れてしまうけど雨が降らなければ畑が潤わない、そっちも乾燥してしまう、ありがとうみたいな。些細なことでも感謝する。忘れないで生活したいですね。飯食うときもいただきます、お魚さん、お肉さん、あなたの命頂戴いたします。ここまでスーパーまで加工して運んできてくれた人もありがとうと気持ちを込めて感謝するみたいなね。はい、今日も勉強になりました。ありがとうございます。それではまた明日。ドロン。